どうもみなさんこんにちはチャックバスです。えー、本日は、えー、今週のね、特旅マイルキャンペーン、ANA のキャンペーンですね、えー、対象路線が発表されましたので、えー、今回紹介させていただきたいと思います。で、えー、今週の特旅マイルっていうものは、えー、何なのかっていう話を、ね、簡単にさせていただくと、まあ、今週の特旅マイルは ANA のね、特典航空券の、まあ、必要マイル数が、まあ、本来かかる必要マイル数より、まあ、ちょっとね、 えー、少ないマイルで、えー、対象便、対象区間が決まって、まあ、利用できるっていうものが、えー、この今週の特旅マイルとなっております。で、えー、今月11月はですね、えー、この今週の特旅マイルが3回ということですので、まあ、今回ね、第1弾が発表されました。で、えー 最初にね、注意事項行きたいと思います。えー、こちらの、えー、現在、えー、特旅マイルキャンペーンはですね、ANA のインターネットのキャンペーンですので、えー、そこだけ注意してくださいね。はい、予約から、えー、発見までね、確実に、インターネット、もしくは携帯のアプリとかでね、えー、決済まで行かないと、えー、本来のマイル数で、あのー、取られちゃいますんで、その手はね、 間違いなく、えー、気をつけてくださいね。お願いいたします。で、今回の、えー、対象路線が、えー、3000マイル、4500、5000マイル、7500マイルっていう感じで分かれております。それではね、3000マイルから見ていきたいと思うんですけども、えー、今回の対象路線は7路線ということで、まあ、パ ほだと、まあ、ここがすごいみたいな感じの路線は、まあ、特には見当たらないかなっていう感じですかね。まあ、もともとこの3000マイルの、えー、区間はですね、もともとが6000マイルのね、えー、区間なんで、まあ、そのままね、まあ、半額にはなってるんですけども、なんかすごいね、あのー、すごい長い距離っていうわけではありませんので、まあ、あの、個人的にはね、まあ、利用する機会があったら利用したいなぐらいの路線って感じですかね。 で今回は4,500と5,000がね、分かれておりますので、えー、次4,500見ていきましょうか。うん。うん。で、今回はですね、東京じゃなくて、大阪のね、えー、大阪の伊丹、えー、関西、えー、神戸、各 空港からででですすすねね沖縄路線があるん、ね、4500マイルで、えー、すごい羨ましいですね。<laughs> いいですねこれ4500マイルで行けるのはいいんじゃないでしょうか。で、えー、今回は、えー、名古屋がね、名古屋の路線、今回旭川なんですけども、復活しましたね。えー、先月だったかな先月の一番最後かなんかに名古屋路線ね、なくなってしまったんで、えー、今回はね、復活という形になりますね。 で、えー、次5000マイルですね。えー、今回5000マイルで、えー、羽田札幌が5000マイル。ということで、うーん、ちょ、あの、あれなんですよね、えー。これパッと見見ると、まあ、すごいいいなと思うんですけども、この東京、羽田、札幌って言われてね、9月の特ブ、えー、マイルでね、4500マイルだったんですよね。うん。でも今回は残念ながら5000マイルで、なぜか5000マイルアップしてるんですよね。 <laughs> <laughs> まあ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 、あの、本来ね、7500マイル区間なんで、まあお得にはなってるんですけども、ちょっとね、今までの知ってるとね、ちょっと、あれって感じにはなりますよね。<laughs> うん、ちょっとそれだけはしょうがないかなっていう感じです。で、もう一つの、えー、東京、福岡間。で、こちらはですね、えー、前回、えー、成田、福岡っていうね、東京成田の福岡路線がね、 前回3000マイルで出てましたけども、まあ、今回は、ま、羽田に代わって、えー、羽田、福岡で、ま、5000マイルっていう感じですね。まあ、あの、羽田と、な、羽田とね、えー、成田を比べちゃうとですね、まあ、ちょっとね、あの、同じ、まあ、東京と千葉でね、まあ、そんな遠くないように見えるんですけども、まあ、あの、私も関東に住んでるんで、 関東の首都からすると、東京と成田、羽田と成田って全然違うんですよね。うん、すごい遠いんでね。<laughs> ですんで、まあ、こちらは、まあ、いいんじゃ、いいんじゃないかないうか、こちらはいいなっていう感じですね。私もちょっと福岡行きたいぐらいですね。うん。で、えー、今回最後が、えー、7500マイルということで、えー、東京石垣路線ですね。まあ、この路線はですね、えー、1万マイル、本来は。 本来は1万マイルが、まあ、7500マイルで、ま、利用できるということですんで、まあ、こちらはいいですよね。うん。本来、レギュラーシーズンでも、えー、東京、石垣、往復で2万マイルかかりますからね。うん。まあまあかかりますよね。<laughs> ま、それが、え、往復でね、1万5000マイルで、ま、利用できますんで、そういう意味ではね、いいですね。だから今回の、え、路線は、ま、4500マイルで大阪から、え、那覇。 で、えー、東京からだと、まあ、石垣島にはなってしまうんですけども、7500マイルで、片道、えー、行けるっていう感じですね。うん。でも、やはり4500マイルで大阪、沖縄、いいですね。あの、とても行きたいぐらいですね。<laughs> <laughs> まあ、今回はですね、まあ、こんな感じですかね。いかがだったでしょうか。まあ、今回はですね、え特、ー、たマイル、ANA の、えー、ちょっとね、少ないマイルで行ける、えー 特たびマイルキャンペーン紹介させていただきましたけども、えー、この動画はですね、毎回作らせて、毎回言わせていただいてるんですけども、あの、ANA のね、この、なんていうんですか、必要マイル数の表があんまり見やすくないんですよね。ですんで、あの、まあ、この動画のね、まあ、冒頭1分か2分でもね、見ていただければ、ま、対象路線がバンって見れますんで、まあ、もしよかったらね、あの、参考にしていただければなと思って、この動画作らせていただいております。で、あの、 こちら ANA のね、特典航空券のキャンペーンで、皆さんね、デルタ日本500っていうキャンペーン知ってますかねちょっと私の動画でもですね、まあ、ちょっと結構前になってしまうんですけども、まぁ、あ、一度ね、テキスト動画で紹介させていただいたんですけども、あのー、利用済みのね、航空券。 をデルタ航空に申請すると、一、えー、つの航空券に対して500マイルもらえるっていうキャンペーンがね、ずっとやってるんですよね。まあ、これは今2019年、えー、現在ね、あのー、なんていうんですか継続されてるんですけども、ちょっとこれは終わりがねちょっと見えなくて、えー、2020年はね継続されるかどうかわからないんですけども、えー、まあ、もらえないよりかはねもらっといた方が。 いいんじゃないでしょうか。<laughs> なんでね、あの、もらえるかっていうのは、あの、全然わかんないですよ。<laughs> なぜか、あの、利用済みの特典航空券でも、あの、もらえるんですよね。 うん、ですんで、あの、国内のね、航空券、えー、乗った際にはですね、ぜひ、あの、このデルタ日本500というキャンペーンにね、あの、申請してもらって、えー、500マイル、ゲットしてくださいね。1枚に対して500マイルもらえますんで、で、詳しいね、そのデルタ航空のマイルを使った行き先とかはね、あの、そちらの動画で紹介させていただいておりますんで、えー、もしよかったらね、あのー、概要欄にそちらの、えー、URL 載せておきますんで、ぜひね、もしこれで、特、え、典、ー、航空 発見した場合であってもまあ、普通にね利用した場合であってもですねこのデルタ日本500っていうキャンペーンはね是非確実に乗っていただいの狙ってねいただいてあのデルタ航空のマイルもね貯めていただけたらなと個人的には思います。あの せっかくなんでね <laughs>。あの、もらえないものは、もらえないよりかはもらっておきましょうね。まあ、今回はね、えー、こんな感じで終わりたいと思います。えー、この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のツイッターではですね、えー、普段の私生活から、えー、ポイントサイトのね、案件なんかもつぶやかしていただいたりもしておりますんで、もしよかったらね、ぜひ、 フォローとチェックしていただければと思います。で、私のこの動画のチャンネルではですね、えー、ANA、ANA マイルに関すること、ANA のキャンペーンですね。あと、ANA マイルを貯めるっていう意味での、えー、ポイントサイトの運営方法なんかもね、実際の案件も紹介させていただいたりもしております。で、それ以外には、えー、マリットボンボイ宿泊レビューと、えー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカード、お得情報、あと私の大好きな街をね、ニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。もしよかったらぜひ。 チャンネル登録していただいて、えー、見ていただけたらなと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。えー、それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ